どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、ポイントサイトハピタスの ANA マイル、JAL マイルへのですね、交換増量キャンペーンが来ておりますので、こちらの解説ですね、やっていきたいと思います。ということで、ANA マイルの方はね、こちら延長になりましたね。もうかれこれね、1年以上ね、やっておりますので、ポイントサイトのポイントをですね、ANA マイルにね、交換される方はですね、間違いなくね、ポイントサイトハピタスね、一択でいいんじゃないかなというふうに思うぐらいですね。まあ、交換レートはですね、ANA マイルの場合は 93.75% ということで、もちろんね、ポイントサイトハピタスの案件を利用する必要はあるんですけども、メインでね、ポイントサイトハピタスを利用していただければですね、この交換レートで ANA マイルにね、交換することができるっていった形になっておりますんで、かなりすごいですよね。こちらキャンペーンね、始まった当初はですね、1、2ヶ月でね、最初は終わるみたいなね、話だったと思うんですけども、途中からね、すごい要望が多かったみたいで、どんどん延長、延長、延長みたいな感じで、1年間ね、到達したっていう感じですね。いや、かなりありがたいですよね。でですね、前回まではこのドットマイル増量キャンペーンっていうのが ANA マイルでありまして、で、JAL マイルもですね、同じような感じで、実質 80% ということでね、交換キャンペーンやってたんですけども、前回まではですね、どちらかしか利用することができなかったんですけども、2021年7月1日からですね、始まったこの2つのキャンペーンはですね、両方ともね、利用することができるっていった形になっておりますんで、JAL マイルをね、貯められている方もですね、ポイントサイトハピタスね、かなりいいのではないのかなというふうに思います。ということで、今回のキャンペーンね、気になる方はぜひね、最後までご覧いただければなと思います。それではまずですね、ANA マイルの方からね、行きたいと思います。先ほど言った通りですね、ドットマイル増量キャンペーン第4弾ということで、キャンペーン期間はですね、7月1日から9月の30日までっていう風になっておりまして、こちら毎回そうですけども、エントリー必須っていう風になっております。で、キャンペーンの内容はですね、ポイントサイトハピタスのポイントをですね、ドットマネーに交換していただいて、その後、東急ポイントで ANA マイルでね、交換していただくと実質 93.75% でね交換することができるっていった形になります。でですね、交換上限はですね、もともと交換上限っていうのはあるんですけども、こちらね、ポイントサイトハピタスの案件を利用している限りですね、ポイント交換の上限はねないっていった形になります。で、キャンペーンのねポイントの付与時期なんですけども、今回のねこの ANA マイルの方は7月からね9月いっぱいまで行われるということで、2回にね付与時期分かれておりまして、7月から8月15日のね交換申請分は9月の10日までにね付与っていた形になっておりまして、8月16日以降からのねポイント交換申請に関しては10月の22日までにね付与されるっていた形になります。でですね、キャンペーンの利用方法なんですけども、公式サイトにはですねこんな感じで書いてあるんですよね。まず一つ目に、こちら公式サイトにですねエントリーページがありますんで、そちらでエントリーをしていただきます。で、キャンペーン中にですねハピタスに掲載されている広告ですね、こちらを利用していただいて、ハピタスポイント合計2000ポイント以上ね獲得していただきます。で、3つ目ですね、状況を満たすとポイントサイトハピタスからドットマネーで東急ポイントで、このルートで交換したハピタスポイントをね 20% ボーナスポイントで付与されるっていった形になります。で、このキャンペーンのね対象となるハピタスポイントの交換上限は1000ポイントなんですけども、広告を利用していただいて2000ポイントごとにですね交換上限が1000ポイントずつね上がっていくっていった形になります。例としてですね、2000ポイント獲得したら交換キャンペーン交換上限が1000ポイント、4000ポイント獲得するとキャンペーンの対象交換上限ポイントが2000ポイント、まあこういった感じでね交換上限が上がっていくっていった形になります。でですね、こちらのね表を見てるとですね非常に分かりづらいですよね。これ毎回思うんですけども、こちらはですね、まあ、ひとまず、まあ、ざっくりね理解しといてはいただきたいんですけども、ポイントサイトハピタスの案件を利用していくとですね交換上限が上がっていくっていうところだけ押さえていただいて、上限に関してはですね、こちらハピタスのこのキャンペーンのトップページなんですけども、あなたの獲得状況ということで、ポイント獲得するとですねこの上の方にですね獲得ポイントで表示されるんですよね。で、その左下にですね達成回数ということで、
こちらにですね、達成回数が表示されるっていう風になってるんですよね。ですので基本的にはね、こちらを確認していただいてですね、今自分がねどの位置になってるかっていうのはこちらで確認できるようになっておりますんで、ひとまずそれでねいいのではないのかなと思います。でですね、実際に利用するとですね、こちらは私の前回のやつなんですけども、獲得ポイントが 12,550 ポイントということで、 ANA マイルのボーナス達成まで達成回数が6回になってて、あと1450ポイントで次のね交換上限になりますよみたいな感じでね記載がされておりますので、まあ自分のねあの状況っていうのがね分かんなくなったらですね、このポイントサイトハピタスのねキャンペーンのねトップページ見ていただければですね、分かるかなというふうに思いますので、こちらねチェックしていただければなと思います。それでは次にですね、ハピタスポイントを1万円分のポイントを保有していてですね、キャンペーンの条件を達成してた場合ですね、これで ANA マイルに交換した場合はこういった形になるんですよね。ポイントサイトハピタス1万ポイント、それをドットマネーに交換していただいて1万ドットマネーで、東急ポイントに交換していただくと1万東急ポイントで、 ANA マイルに交換していただくと、こちらはね東急ルートっていうやつになりますんで、7500マイルね交換できますよね。まあこれが一般的なね東急ルートって呼ばれている ANA マイルのね交換ルートなんですけども、このキャンペーンでこのルートをですね利用していただくと、後日ですねハピタスポイントとして1500ポイント、ドットマネーポイントとして500ドットマネーポイントということで、 20% がですねポイントバックされるっていった形になります。でですね、こちらに記載されている通り 20% のうちですね500円分に関してはドットマネーに付与されるんですよね。で、残りの分がハピタスポイントで付与されるっていう風になりますんで、この点をね注意していただきたいなと思います。というのも、このドットマネーにね返ってきたこの500ドットマネーに関しては月の中旬にね付与されて、その有効期限がですね月末までということで、かなりね有効期限短いんですよね。ですので、このキャンペーンですね付与される時期っていうのをご自身でねよく確認しといていただいてですね、この500ドットマネーね、まあこれ普通に500円分ですので、失効しないようにね注意していただきたいなというふうに思います。それでは次にですね、今回のキャンペーンはですね、ポイントサイトハピタスの案件をね利用してっていただいて、交換上限をね上げていくっていうふうになりますんで、ポイントサイトハピタスの案件を利用していくわけなんですけども、 ANA のね増量マイルキャンペーンに関してはほぼ全てのね案件が対象なんですけども、一部だけね対象外があります。でこちらはね対象外一覧なんですけども、楽天市場だったり、私プラス、資生堂、あと味の素、具たっぷり味噌汁、まあこういった感じでですね、まあ記載されている案件に関してはこちらキャンペーンのね対象外になるっていう風になりますんで、この点をね注意していただきたいなと思います。それでは次にですね、注意事項ということで、こちらねキャンペーンのページに記載されているんですけども、まあこちらに関してはですね普通に利用していただければですね、特にね難しいことはないかなっていうふうに思いますので、各自ね簡単にチェックねしといていただければなと思います。それでは次にですね、 JAL マイルの方ですね、最大 80% の交換キャンペーンということで、ハピタスサマーキャンペーンっていう名前なんですね。ポイントサイトハピタスのポイントを最大 80% で JAL マイルにね交換できるキャンペーンっていう風になってるんですよね。で、キャンペーンの詳細なんですけども、期間はですね2021年7月1日から8月31日までということで、先ほどのね ANA マイルのキャンペーンより1ヶ月短いんですよね。この点はね注意してください。キャンペーンの特典ですね、ハピタスポイントを直接 JAL マイルにね交換していただくだけっていった形になります。で、仮にですねハピタスポイントね3000ポイントねあった場合はですね、1500 JAL マイルにね交換することが本来できるわけなんですけども、こちらで交換していただくと後日ねハピタスポイントが1125ポイントねポイントバックっていう風になりますんで、こちらを計算すると実質1875ポイントで1500ジャルマイルにね交換することができるということで、交換率はですね 80% っていう風になってるんですよね。いや、かなりすごいですよね。で、キャンペーンの特典付与はですね2021年の9月下旬っていう風になっておりますので、この点
点も覚えておいてください。いやね、 JAL マイルのこの交換レートはやっぱりすごいですよね。まあ、本来 JAL マイルっていうのはポイントサイトのねポイントが基本的に 50% で交換するのが普通っていう風になっておりますんで、このハピタスのねこのキャンペーンはハピタスの案件をね利用していただければですね 80% で交換することができるっていう形になりますんで、まあ、今回ね ANA マイルのキャンペーン、 JAL マイルのキャンペーンね、まあ、両方ともね利用することができるっていう風になっておりますんで、かなりすごいですよね。でですね、こちらの JAL のキャンペーンに関してもですね、この交換上限っていうのが3000ポイントまでっていう風になるわけなんですけども、ポイントサイトハピタスのね案件を利用していただければですね、3000ポイント、6000ポイントっていった感じで上限がね上がっていくっていう風になりますんで、こちらに関してもですね、キャンペーンページにですねこのポイント獲得グラフっていうのがね掲載されておりますので、3000ポイント区切りでですね上限上がっていくっていうところだけ押さえておいていただいてですね、まあ、詳細をねご自身で確認していただいた方が、まあ、分かりやすいかなというふうに思います。それでは次にですね、この JAL マイルのハピタスサマーキャンペーンのね最大の注意事項なんですけども、 ANA マイルのドットマイル増量キャンペーンは、先ほど言ったね楽天市場等々の対象外以外の案件は全てね対象っていう風になっているんですけども、この JAL のですねハピタスサマーキャンペーンの方はですね、対象の案件っていうのが事前にね決まっております。でこちらもですね公式サイトが見れるわけなんですけども、まあ、こちらね一応私が軽く見た感じなんですけども、まあ、こういった感じで対象案件がね分かれているんですよね。でこちら撮影しているのが2021年の7月6日7月7日ですね、ということで今ね見ていた中でおすすめな案件をねちょっとパパッと言っちゃいたいなと思うんですけども、 NTT ドコモ D カードゴールドですね、こちら 23,500円、こちら発行するだけでもらえるポイントという風になっておりまして、こちら年会費がね初年度から 11,000円かかるクレジットカードなんですけども、まあ額面見ていただければ分かる通りですね、23,500円分もらえますので、年会費を相殺しても12,500円分ぐらいはね、ポイント取れると思いますので、こちらねかなりおすすめです。またね楽天証券ですね、こちらは口座開設と入金なんですけども、まあ、こちらね1万円入金するだけっていう風になりますんで、特にね取引する必要ございませんので、こちらもねおすすめですかね。あともう一つこちらの案件いいですね、三井住友カード4オーナーズですね、こちら1万5000円分のポイントということで、一応こちら個人代表者個人事業主向けのねクレジットカードっていう風になっているわけなんですけども、まあ会社員の方でもですね副業等々ねしている方であればですね、あの登録商本とかねそういうものがねあの必要ないねクレジットカードっていう風になっておりますので、まあこちらもねおすすめかなっていう風に思います。こちら初年度年会費無料でまたね1万5000円分ねあのポイント取れますし、かなりねおすすめですよね。ちょっとね SNS 禁止で某航空会社としか言えないんですけども、まあ修行にもおすすめのねクレジットカード案件もですねこちらの対象案件に出ておりますので、まあこれなんで言っちゃいけないのかちょっとわかんないんですけども、まあ、大人の事情があるということで、こちらねチェックしていただければなと思います。ということで今回の動画ではですね、ポイントサイトハピタスの ANA マイルドットマイル増量キャンペーンと JAL マイルのハピタスサマーキャンペーンについてね解説させていただいたわけなんですけども、今回のねこの2つのキャンペーンはですねポイントサイトハピタスの案件をね利用するわけなんですけども、利用してポイント付与入るまで期間がありますよね。そのポイントが確定してから、まあポイントが実際に入るわけなんですけども、このキャンペーンをですねこのポイントが付与されたらその上限が上がっていくっていうわけではなくて、利用したらですね通帳に乗りますよね。まあその状態で、あの、キャンペーン自体は利用することができますので、まあもちろんね、その後ちゃんとポイント確定しないといけないわけなんですけども、ポイントが確定するまででもですね、このキャンペーンのね、対象で上限上がっていくっていった形になりますんで、かなりね、利用しやすいかなというふうに思いますので、ひとまずですね、このキャンペーンがやっている ANA マイルはですね、7月から9月いっぱいですね、JAL マイルの方はですね、7月から8月いっぱいですね、このキャンペーンを行われておりますので、まずねポイントサイトのポイントをマイルにね交換していただく方はですね、ポイントサイトハピタスねメインで利用されていくのもねいいのではないのかなと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいと思います。この動画役に立った方、いいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。
私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボンホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。